おはようございます。今日はね、この子たちを持ってね、お出かけに行くんで、カオナシ巾着にこっちに全部入りました。ただ私の頭からお花が お花だけ出てますけど、なんかカバンの中でこの巾着なんかごちゃごちゃなったら嫌なんで、さらにこのガマ口に入れていきます。こんな感じですっぽり入るんで。なんかいつもね、最近ダウン着てたんですけど、今日そんな寒くなさそうなんで、このコートでいきます。今日の格好こんな感じで。それでは行ってきます。生き方が今できてるのか。あ、そうです。私も、うん、私もね、悪いことをプラスに。あ、そうそう、そういうこと。だけど若くしてそれができたら大したもんやけど。だいぶ悪いこともいいふうに持っていけるようになりました。うん、それはやっぱり自分の努力です、うん。だからやっぱり今の世の中は特にそうやけど、やっぱり状況は変わらへんけど、自分の取り方。だから例えばな、僕がもうとても取られました。じゃなしによし、また今度次おもっとやってよって。だからそういう風に影響はしないけど、そうですよね、うん、だからな、僕の技術も上がるし、よかったと思って逆に、はい、まあ感謝でもないけど、そうやって取ってくれた人がおったから、また次新しいのを作るっていう、まあ進化していくんだ。そうですよね、だんだん。ならでも10体取られては作って、取られては作って、10体作ってるんですか。10体は年1年に1回ぐらいなくなりますね。いや、もうなくなりようがないよ。かなり取られた。今時間ちょっとないから、他のことしてる。あ、もっとあったんですか。あった。いやいや、あったって。これトータル延べ 10体ですから、
一番お気に入りの初代のやつなんかはもうそっくりそのまま。でも私だったらでも家の中入れるかも、中に入れるかも。いやだからその入れるもんが多いから自転車全部入れる。あ大変ですもんね。あ大変ですもんね。そう、あ自転車は全部入れてるんですか。普段に絶対取られたよ。あもう普段も乗る自転車、まあ、当然と。だから薬もそう、サーフィンもそう、全部普段使うやつを飾ってるだけよ。ほんだ多趣味、多趣味ですよね。私も趣味が。いや趣味でもないけど、要は遊びに行くのに今日買った方が面白かった。あ、それで。そう、子供、必ず子供一緒やから。だから今帰ったんやめさんやけど、やめさんも一緒に行くから楽しめた方がええやん。見た時にサーフボードあった方が面白いやろ。あー、そう、そう。釣り行った時に釣り、海行った時に釣り竿あった方がいいやんか。だから、要は楽しもうと。だから、深くやるんじゃなくて、浅く広げる。今、うん、最後のジブリが好きな人とか。あんま来ないんか。いや、わからないだから、僕あんまりそういうの聞かない。めっちゃネットで有名ですよ。あ、そうなの。ジブリ好きさんのお店みたいな。あ、マスターさんの趣味がすごいお店みたいな感じで。うん。なんかもう有名なの、あの知ってるんかと思ってます。嬉しいっすわ。本人全くそういうのしないから。あ、ネット。しない。あ、そうなんですね。僕はほんまに超アナログ人間だから。あ、そうなんですね。一応そのスマホっていうかそれは持ってるけど、はい、しない。何もしない。あ、そうなんですね。要は嫁さんと娘の電話連絡みたいな、あぐらい緊急の時とかいるやんか。それぐらい。それぐらい。あとあそうだ、こうやって声かけて、声かけて来ないですかね。あんまりないかな。もし。いや私もさっき入ってきた時もう満席やったから、わあそうや、なんかビジネス街やから忙しいんかなと思って。いやたまたまあの時間帯、今日はたまたまね、彼女来たら福の神ちゃう、ちょうど来た時いっぱい来てた。あそうなんですか。でもあの感じだったらめっちゃ忙しそうですけど、ね、たま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 普段これこれぐらいですか。誰もおれんとこもあるよ。誰だからそういう時はもう映画こうやって見るわけよ。だからえ誰もいないとこあるんですか。こんなに目立つお店なのに。ここやったらなんか通りすがりで、なんやろここって入ってしまいますもん。え、ここも長いんですか。37なの。めっちゃ長い。すごい。あ、そうなんです。ずっと ここがもう37年あるんですか。すごい。いつかほんま自分らしく行きたいし、でも十分ですよ、十分十分十分。だから今言うてる、今はもうほんまに楽しい。素晴らしいです。いいよ、だからほんまもういいですよ。ありがとうございます。もう望むものはない。だから自分が一番心地がいい。この店におることが心地がいい。素晴らしいですね。いい、私もお店したいの、お店。この表の絵なんか、テントの裏の絵やとか。はいはい。あ、すごい。だから自分のテントの裏の汚いのに見えるの嫌やから。あ、こっちからから。あ、本当から。すごい。あ、今気づきました。気持ちよく仕事した。あ、すごい。今気づきました。こうやってこうやって。こうやってこうやって。そうやって言ってくれたらめちゃくちゃ嬉しいな。いや、めっちゃ可愛くて、めっちゃあのさっきめっちゃあの写真とか撮ってました。外の。あ、そうなんだ。大丈夫か写真とか。僕は結構。こういうぬいぐるみも全部子供にっていうので、今も子供が社会人なんで。そう、いらないの。いらないの。でもそんだけ大事に24年も。だから一緒に風呂入ってるって。もう毎年。毎年でもないけど、あ、汚れたら、うん、だからどっちかというと僕牛乳石鹸好きなんだ。あ、私も牛乳石鹸なんで、牛乳石鹸で、だからこってやったら牛乳石鹸匂いする。いいですよね、あれ石鹸の匂いいいですよね。ぬいぐるみは、まあ、今のぬいぐるみって結構昔と違うて、昔のやつは中から汁が出てきて汚くなるんですけど、全然今のは何回あるても、綿、いい綿使ってるんですかね、ちゃんとした可愛くて。
あ、すごいすごい。これでも作ったやつ。へぇ、編み物で。うん、グー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 。これもう顔なし、顔なし。顔なし分かります？顔なし。千と千尋の。誰に言うてんの？ほんま悪いけど。一応全部は。あ、全作品見てます？けど、どっちかというと千と千尋とか、もののけもそうやし、うん、なんかやっぱり、ラピュタとかトトロとかの方がかなり僕の中ではレベルが高い。千と千尋、あ、私もトトロの方が好きですよ。千と千尋はちょっと凝りすぎてるというか、だから紅の豚も好きやし、うん、私も初期の方が好き。ナウシカとか、ナペタとか、トトロ。ユパ様の、ユパ様の。ユパ様、今の前。お、これあの、あれや、耳をすばせばあの、え、違う違う。ちょっと待って。違います。ちょあの、ほら。え、これあの、おじいちゃんちゃうの、あの、ほら。あのこれあのあちょっと待って、違います違います、これあの人ですよ。ちょっと待って、もう作品作ってる人です、はい、はい、宮崎駿やな。そう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 、駿さん作ったんです。すごい駿さんが好きなんで、ほんまに。あ、結構素晴らしいんで、あの人素晴らしいな。こんなんを作って、それすごいやん。それこそそのなんかネットかなんかに出しといたら結構ウケるんじゃん。あ、なんかあの趣味でね、こんなん作ってるんで、あのネットで載せたらファンの子がな、かわいいかわいいって、で販売はしてないですけどね。あのこれのバイオリンのあの耳を澄ませたわ の, あ の, のおじいちゃんがどうぞ、愉快のあのおじいちゃんかなと思う。最近やってましたよ、金曜ロードショーで。違うんですよ、早尾さんなんです。早尾さんのグッズ出してほしいぐらいですね。ジブリじゃないんやけど、結局アルパンですよね。見たことないんですよ、うん、絶対見た方がいいって言われるんですけど、絶対見た方がいい、うん、あ、なるべそう、藤子ちゃんにしてもこれ、あ、やっぱ早尾さんが描けばこんなんなんだ。そう、なんか早尾さんがやっぱ描いたルパンは素晴らしいってみんなが言うんですけど、自分それおかしいわ。自分早尾さんのファンってグッズ出してほしい言う人間がカリオストロを見てないこと自体がそれはもう無理やろって言いたい。なんかもうベタな、もうそのトトロとかラウシカとかもうその辺ばっかり。カリオストロなんかしょっちゅうやってんのね。最近やってないでしょ、やっぱり。最近やってない。いや、だからレンタルなりなんかしてみたら、そうですね、リーベリー見ないと。ちょっと見方が変わる。どういうのとセリフとか、うん、なんかもっと前の早尾さんの作品も見た方がいいって見たい。あのコナンとか、あの未来少年コナン、もう素晴らしい。未来少年コナンなんか全部俺見た。全部当然全部。なんかこれからは早尾さんが関わってる作品もうちょっとこう広げて。だからあ、この作品も宮崎駿さんがやってんねんっていうのに気づかされるのが、うん、あ、やっぱりな、ちょっと。あ、見てるよ、ポイポイ登場人物が、あ、ぽいな。あのコナン、未来少年コナンはラピュタに似てるらしい、似てるっていうんで。そうだ。で、ちっちゃい頃見てた覚えあるんですけど、覚えてないんですよね。だからちゃんともう一回見直さないと。それを見ずして宮崎駿の仏出し欲しいっていうのは僕から言わせたら、それはもう無理だよ。僕、そのままでさっきも、うん、来て、ジブリ大好きなんですかって言われると、大好きでもないけど、やっぱり僕好きやから、なんでもやねん、僕、ディズニーもそうやし、だから僕の場合、幅広いから、ハリー・ポッターもそうやし、けども、一応、そのジブリも全部見るし、すごい。あ、帰りますか。あ、すいません。また来ますよ、ジブリの喋りに。いや、1200円です。すいません。あら、すみません、ありがとうございます。楽しかったです。いやいや、こっちこそ、ほんま、そんな嬉しいこと言うてくれて、ほんまに。全然知らん世界で、そんなことが起きること自体。有名かと思ってました。すみません。はい、200円。はい、OK。ありがとうございます。ありがとうございました。また来ます。まずは、はい、カリオストロ、見ます。見ます、見ます。絶対見ます。それを見ずして、早尾さんのグッズ出してほしい。
ありがとう。それはあかん。見ます絶対。あの次ここに来る時まで 見ときますじゃあ。また感想を言いに来るんで。感動するから。あ、これあれここに出てくるやつ人やん。出るところ。ありがとうございました。また来ます。帰ってきました。めっちゃ楽しかった。マスターさんめっちゃいい人やし、なんかあんまりね、結構声かけられないですかとか言って、私もジブリが好きなんですみたいな、え全然声かけられたことないって言ってたんで、もしかしたらマスターさんね結構金髪で、なんか62歳ってマスターさん言ってたんですけど、なんか結構ファンキーなおじさんなんで喋りかけづらいかもしれない。私もなんかめっちゃ忙しそうにバタバタしてるとき結構ピリピリした空気やったから、いやこれは喋りかけづらいなって一瞬思ったんですけど、まあ意外と喋りかけたらめっちゃいい人なんで、めっちゃ楽しそうにね喋ってくれるんで、皆さんも行ったら勇気を出して喋りかけてみてください。私もめっちゃ好きなこと思いっきり楽しむ人なんで、ああやってしかも60超えてね、いろんな趣味、サーフィンも釣りもやる、自転車も趣味って言ってて、ジブリも好きやし、いろんなアニメが好きって言ってたんで、もうあんな年まで好きなことを思いっきり楽しんでる人とか、もう見てるだけで楽しいんで、話聞いてるだけで楽しいんで、めっちゃ好きなんですよね、ああいう好きなこと楽しんでる人。そう、カリオストロの城を見てから行かないと次は。皆さんも行くとき、なんかあの早尾さんの人形を持った人か、なんかトトログッズ持った人に教えてもらいましたみたいな感じで行ったら、なんか手作りのトトロとか早尾さん持ってる人来なかったですかみたいな感じで行ったら、あああの人かってなると思うんですよ。普段声かけられないって言ってたんで、なんか皆さんは行って、あの早尾さん人形持ってる女の子から、あのここおすすめしてもらいましたとか、ここ聞きましたとか言って話しかけたら話しかけやすいかも、あの人かみたいな感じ でもしカリオストロの城を見たことある人は、いや私はカリオストロの城見たことありますって自信持って言ったら話盛り上がるかもしれないし、空いてる時間やったら全然喋りかけてもめっちゃ喋ってくれるし、ほんまね人形とかねこう置いたりして並べたりして写真撮ったり動画撮ったりしたかったんですけど、お客さんはまあまあおったんでね、ちょっと恥ずかしいし、いやでも楽しかった、また行こうと思います。めっちゃ落ち着くし、なんか昔ながらのレトロな喫茶店なんで、しかも37年やってるって言ってたんで、37年前からあるんでめっちゃレトロで、外のトトロも、あマスターさんとの会話で出てきたかな、外のトトロも子供が生まれる24年前に子供が生まれて買ってあげたらしくて、それを24年間あのトトロはあるらしいんですよ、外ので、え全然汚れてないですねって言ったら、いやしょっちゅうお風呂に一緒に入ってるとか言って、で綺麗に洗ってるみたいです。ハリーポッターも詳しかったし、 E.T. とかも詳しかったんで、ハリーポッターは私見たことないんで、ちょっとハリーポッターの話はできなかったんですけど、ハリーポッター好きな人もあのハリーポッターの話したらめっちゃ盛り上がるかも。なんかねアニメ全般好きって言ってたんで、トゥイーティーとかバックスバーニーか、バックスバーニーも外に飾られてたし、はい、結構長くなった、30分ぐらいになったかな。ここまで最後まで見てくれてありがとうございました。皆様もぜひ行ってみてください。他にもねジブリ風の
なんか木いっぱいのカフェとかね、ジブリ風のカフェとかは結構あるんで、また紹介します。あのマスターさん、これ欲しいって言ってたしねえ、めっちゃいいやんこれとか言ってたから。めっちゃお茶目なおじさんですよ。めっちゃいい人、ほんまにあの人。またああいうカフェ巡りしたいですね。見つけたら紹介します。あ、しかもなんか店の外にマスターさんが作ったジブリのものとか飾りとかこう結構パクられるらしいんですよ、持っていかれて。あと潰されたりとか。そんなんほんまにしたらダメですよ、ほんと。まあでもマスターさんはプラスに捉えてたんでね、いいこと言ってましたよね。さすがほんと、長年人生楽しんでるだけある。ほんとめっちゃポジティブな人やったから、もう話しててめっちゃポジティブっていうか楽しかったんで、